夢みたいな場所に本当に人が住んでるんだな。留守みたいだな。これは置き手紙か。アドル君へ。よくぞこの島にたどり着いた。最後の鍵は生身のお前さん自身。忘れ物がないようにの。しかるべき場所で待っておるよ。鍵？それにしかるべき場所ってのは何か心当たりがあったりするか。古めかしいけど凄みのある剣だな。その剣はどうかアドルさんがお持ちください。この先おそらく必要になるかと。明らかに光の柱に反応しています。アドルさん、あの場所は一体。ん、アドルらしくねえの。せっかくのご招待だ。あの柱を調べてみようぜ。してからずっと見えてたけど、めちゃくちゃでかいな。なんとか登るしかありませんね。気をつけて参りましょう。先を急ごう。先を急ごう。カージャに任せた方がいいかな。ここは僕の出番かな。
たりはなんだか気になるな。燃え上げ燃え上げ、見つけた、変わるぞ。ここから島が一望できるみたい。こんな島を人知れず冒険してたなんてちょっとずるいんじゃない？へえ、こんなもんがあったのか。よっしゃ！やっほー！ひとっ飛びだ！あれは？この島に満ちた膨大なマナを制御している。何のためにそんなことを。おそらく入り口を開くため、そしてその先で起きることが
外の世界に影響を及ぼさないため。入り口って何の？ここで行き止まりみてえだけど。間違いなさそうです。この先におそらく彼はいます。それにしても随分手の込んだことをするんだな。そのじいさんは一体何をするつもりなんだ。だま、気を引き締めていくとしようぜ。そのアドルさんがお会いしていたご老体はどのような方でしたか。そうですか。マナの使い方をいろいろと教えてくれたんだろ。ノーマンって可能性もあるよな。どうしたんだリラ。いえ、先を急ぎましょう。おう。禁足地、まるで別世界じゃねえか。世界の境界であるビフレスト、その片隅に潜む。これなんて一体何者なんだ。アドルが会っていたじいさんはこの辺りで休んでいくか。まだまだこれからだ。奴らばっかりだ。獣やグリーガーの血はまるで一体のワルハラの住人みたいだね。どうだ。この辺り何かありそうだもん。力を合わせていくぞ。へえ、こんなもんがあったのか。
たりで休んでいくか。よっと。力を合わせていくぞ。ここは私がやってやるよ。おっ、アドルの出番じゃねえか。あんなとこに船があるぞ。それにあの衣装はノーマンの船ですね。何かあるな。あ、見つけた。この辺り何かありそうだな。あ、見つけた。何か見えてきそうだ。なんか気になるな。マナで見てみるか。へえ、こんなもんがあったのか。数で勝負ってこと。あの砲台、生きてるみたいだぞ。だったら、やったラッキー。よし、命中。これで先に進めるな。お見事です。二人とも変わるぞ。何かありそうだな。あ、見つけた。やっ、
みたいだ。何か見えてきそうだ。見つけた。カージャはそこで待っていてくれ。
テッド、ここら辺で地図の確認でもしとくか。